こんにちは、ブルースです。デトロイト、ハート、やっていきましょう。カーラーだっけ？こうやるつもりでやったんだけど、この人誰？めっちゃガン飛ばすけど何も反応がない。あ、なんかよく。テックアディクト、アンドロイドの秘密、早速見ちゃう。あ、本じゃないんだ。世界の気温は2000年から3度上昇。グリーンアース気候大変動、1ページ目。じゃあ次行きましょうか。はい。で、環境の変化を変えるアメリカ社会、気候大変動、憧れの高級住宅地、この言葉から連想される光景が大きく変わろうとしている。最新の国税調査によると、海面上昇と気候変動による異常気象が原因で、かつて栄華を放ったアメリカの沿岸都市から富裕層が姿を消した。富裕層は内陸部や高地の不動産物件を好むようになっており、マイアミやロサンゼルスなど沿岸部にあるかつての高級住宅地の人気はジェットコースター並みに急降下している。これが示すのは、農村部の地下高騰とこれまで魅力とされていた地域での住宅価値の急落だ。これはアメリカの貧困層に与えられた天からの贈り物なのだろうか。残念ながら現実そううまくいかない。沿岸部の不動産では洪水やハリケーンなどの災害による被害が相次いでいる。それに加えて、各種施設はや娯楽までもが富裕層や裕福な顧客の後を追うように集団移動しているようだ。都市開発の専門家のアーノルド・ウォーターズ氏は、かつての沿岸都市中心部に穴が開いてしまったようなこの現象をドーナツ化、懐かしいね、ドーナツ化現象と呼んでいる。この調査では、気候変動が以前では想像もできないような形でアメリカ社会に影響を与えた最新の例に過ぎない。気候変動は環境だけではなく、国家の社会行動さえも変えてしまうのだ。なるほどね。というところで、あ、アンドロイドの秘密、あ、これ下行けたのか、失礼。アンドロイドの秘密、サイバーライフが公開。人間と共同する設計、人間に抵抗を感じさせないアンドロイドの設計はサイバーライフにとって非常に大きな課題だった。同社の人間化部門を率いるジェイソン・グラフ氏は、先日行われたインタビューでその設計の秘密を一部明らかにした。初期のアンドロイドは完璧でした。顔も表情もまさに完璧のもの。でもすぐにそこに人を不快にさせる何かがあることに気づいた。サイバーライフは創業以来、機械が自宅で家族の一員となれる機械の人間化に取り組んできた。すべてのジェンダー、人種、民族をアンドロイドで再現してきたサイバーライフは、耳が心地よく感じる音調の分析に始まり、心的には全く不必要な要素、リアルな瞬きや呼吸表情などの人間化に不可欠な多数の要素を開発し、完璧な水準にまで調整していた。必要ではないが、細部に至るまでに完璧に人間を模倣することこそが、サイバーライフのアンドロイド設計がここまで受け入れられてきた秘訣になった。はい、あ、こっちはいけない。あー、なるほどね。柵を越えられない仕様になってると思ったら、見えない壁がある。見えない壁の上、なんかうーちょいすり抜けてったよ。これ走れない、走れなさそうです。これは今何を持ってこしてるの。ベリーニーペイントで注文を受け取る。はい、それベリーペイントっていうのが、ベリーペイント、ベリーニーペイントはこちらにない。19キロ走りました。ゴールまであと8キロです。ベビーがめっちゃ走ってる。この人を話しかけられる。もしもーし。手にはウォッカを持っているようだ。次行きましょう。あー、チューしてる、チューしてるよ、チュー、チュー。あー、いいね。あ、やばい、何ちってるし、4時まで飲ませなきゃいけないんだ。誰かに行きましょうか。すげえ、あ、広いね。アンドロイドの青アカウント。ごめんね、1ドルも持ってないんだわ。うい。一人一人、あ、これまたね、ないって言われちゃった。ポリス。道路も出られない。ああ、ちゃんと横断信号を渡りましょう。はい、了解です。これ、引かれて死ぬとかない。あ、走った。走れんじゃん。RT11。あっちなのかな、あっちってことか。じゃあ行ってみましょう。なんかこれいろいろ見れるものとかない。あ、おっちゃん、ホットドッグ一つ。ホット。Hey, move it. You're scaring away my customers. シンプルに怒られた。あ、ここで喧嘩してる。別れ話。
ちゃいけないな、ヤクの売人だわ。こちらにはない、やっぱ限定されてんだね、さすがアンドロイド。はい、よし、なんかめっちゃ演説してる。コラプティングアス、コラプティングアス、We are playing God by creating machines, but we are not God. We are nothing but dust. Why do you look at me so, demon? I know who you are. I can see through you. You are the one by whom the evil will come. You are the one who will destroy Detroit.We make these androids in our own image. 宗教こそ世界を滅ぼす。まあ昔はね、なんだろうな、原始時代の頃とかってのはアニミズムって言ってね、あの生物の何にでもこう役はやってない、本当だ。なバレた。どっか行っちゃった。Get your today。あ、そうそうアニミズムってね、あの生物の。全てには神が宿ってるみたいなね言い方をしましたけどね、まあ、それが次の時代に進んでいって、それがね次の時代に進んでいってキリストとかねムハンマドみたいになんか特別な力を持った人たちっていうのが神に崇めたて祀られてるんだけど、現代では人間一人一人が神っていう、まあ、考え方をするのが主流らしいんですね。これ一緒だ。すげえ平気だよな。じゃあこっち何もない、ただただ歩くだけかな。あっ、へえ、後ろ歩けるんだ。後ろ歩けるじゃん、後ろ見れるんだ。あ、こっちじゃない。はい、じゃあこっち行きましょう。ジェームス&カーター。あー、なんかいいね、アメリカらしいね。あ、これか。はい、すいません、お邪魔します。お邪魔します。ペイント、あとペンキでも塗るのかな。アンドロイドが店員やってる。ちょっとアンドロイド同士さ、マジで人間にもさ何なのって感じでちょっと愚痴ろうぜ。アイデンティフィケーション、アンディニッシュ完了。あ、もう注文決まってんだ。あ、Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. カードで。Payment confirmed. カードすらいらない。Transaction complete. どういう仕組み？電子マネーより優れてる。すげえ。かっけえ。電気信号ピピピピピっていけるってこと。次のミッション。着いた。品物を受け取る。バスに乗って帰宅する。オッケー、帰ろう。こっちで。こっちまだ行ってないんで、ちょっと行ってみたい。バスではこっちではない。はい。はい、すいません。帰ります。帰ります。恵んでくれる。誰がしゃべる。スミス&ホワイト。これももしかしてアンドロイドが買ってる。あ、姉ちゃん。ああ、ちょっとタイプじゃないな。何が気になるか。彼もアンドロイドだ。お、なんか飛んでる。こういうとこなんかドロイドみたいなのが飛んでるよね。スターウォーズみたいな世界。いやーでもなんかリアルだね、ほんとに。デトロイトってこういう街なのかな。まあ、こういう街なんだろうな。ロサンゼルスとはまたちょっと一風変わった感じっすね。なんか、ロサンゼルスって郊外っていうか、なんかそんな感じがしたけど、あれ、バス停こっちじゃない？あ、ちょっと待って、バス停どこ？おまわりさん、バス停どこ？バス停どこ？バス、ちょっと全然、すげえな、この距離でガン無視されるんだもん。ちょっとおまわりさん、バス停どこ？バス停どこ？
違うな、バス停こっちじゃない。あれちょっと待って、バス停、あそここれで見ればいい。あ、あったあった。待って、あ、63メートル先だった。そうだね、2メートル近づいた。あ、オッケーオッケー。バス停があった。ホットドッグ食べたいな。食べさせてくんないだろうな。これ並んでる、もしかしてここに並んでる。ういアンドロイドテンポラリーパーキング、一時的なパーキングですね。バス停はいいよ。あれか、あれに乗っていったらいいのか。仕事をさせる国民仕事、アンドロイドではなく国民の仕事を、アンドロイドに出すの禁止しろ。見たらボコボコにされるとか。あ、やばいことになった。あ、やばい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 、やっちまった。いや、僕人間です。 Hey guys, check it out, we got one of those tin cans here。 僕ちゃん人間です。あ、ちょっと待って。Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up. 7000円やね。こちらが。うわっ。痛っ。硬くない。痛くない。だが私は立ち上がる。何度でも。You go anywhere. We're gonna fuck your bitch ass up. Yeah. Waste it. Do it.はい、いきなり修羅場。It's enough. Leave it alone. さっき何もしてくれなかったですけど。You damage it, I'm gonna have to fine you. あ、そうなんだ。てか、ちょっと待って、青黄色になって。You take your job next. We'll see how you like it. Okay. Let's go. Run away.あ、もう無視されるような感じだ。いやでも思うけど、まあ、僕も人間、でもそれは僕も人間なんだけど、僕も人間って何ちゅう日本語や。それはその人間だけどさ、あの仕事を奪われるやつが悪いと思ったよね、きっとね。だってアンドロイドでできる仕事についてたっていうか、そういうレベルだったからってことでしょ。だったらアンドロイドじゃできないよねっていう仕事をやったらいいんじゃん。そういうことだよ。ただそれだけのことだよね。今だ、労働権利だ。今だ、一つロケットパンチ。帰る。すげえ好き好きやな。アンドロイドと一緒に乗せてくれないんだ。バランス崩さないんだ。すげえ。あ、なんか左のキャラとかなんか見たことある感じするな。うわ、ヒゲの感じとか超リアル。すげえな。3年前でこのクオリティだもんな。PS4 でこれでしょ。PS5 になったらどんだけクオリティすごいのになるよね。てかこれ、あ、終わった。 83% コンプリート。マーカスはバスに乗った。これ、乗れないパターンもあったりするの？あ、なんかやっぱり、あれだね。ちょっと待って。ズーム。あ、ホットドッグの屋台を見た後になんか起こったんだ。へぇー。デモ集団から嫌がらせってレベルじゃない気もするな。やっぱ宣教師だったんだ。罵られるってね。さ、宣教師のが危ないからね、ほんとに、うん。なるほど。パー、チャート2が終わったっていう感じなのかな？っぽいですね。はい。なんか、ギリ、あ、カーラ戻ってきた。帰りカーラ。というところですで、パート2のギリがいいところまで進むことができたみたいですんで、一旦ね、ここで区切って終わりたいと思います。さあ、次回、カーラパートでございますね。このちょっと怪しい親父が一体カーラにどんなちょめちょめをしちゃうのか、ぜひ乞うご期待ということで、本日のパート以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。